こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれ、皆さん分かりますよね。ロボット掃除機のルンバ、これを作っていきます。皆さんよくご存知のロボット掃除機ブームを作り出したアイロボットのルンバですけど、発売は2002年と結構前なんですね。実は日本にも早くから進出していて、最初は通信販売会社のプライム、2003年からはタカラ、現在のタカラトミーから発売されていた時期もあります。それが今は家電量販店でも人気ジャンルの一つになっているロボット掃除機。自動車の自動運転では地図を作りながら走るというのがあります。自己位置、自分の位置を推定して環境地図等を作りながら、学習しながら動くということですね。ルンバは部屋のマップを持っていない、学習したりしないというのが特徴とされていましたよね。地図を持った方が、同じところを二度掃除しないわけですけれども、もっと反射的に動いていた。実はルンバが登場してきて、その発売元がアイロボットという会社だと知った時、AI やロボティクスの関係者は、ちょっと驚いた人がいたようです。というのは、その創業者の一人、ロドニー・ブルックスという人は、1980年代にサブサンプションアーキテクチャという理論を発表して、注目もされ、物議も醸した研究者だったのですね。その頃の人工知能というのは、人間の代わりをする高度な仕事をすることを目指していました。それに対して、彼の研究は昆虫の動きを見て考え出されたものだったんですね。そんなの役に立つのか、と当時は言われた。しかし、ソニーのアイボもこの理論の影響を受けているそうです。例えば、足をもつらせて転んだりしないのはそのためなんですね。プログラミング教育の世界では、タートルグラフィックスという言葉があります。直訳すると、亀のグラフィックスですね。ロボットの亀にペンを持たせて、直進せよとか、右に曲がれとか、そういった命令を送って、絵を描くのがタートルグラフィックスです。1980年代にプログラミング教育の現場で注目されました。このカメってどこかルンバに似てるということで、割と早くからルンバを改造してタートルグラフィックスに使うといったことが行われていました。ところが、なんとアイロボットは最近プログラミング教育用のロボットを発売しています。ルンバそっくりで、やっぱり絵を描くことができるんですね。ということで、できました。アイロボットで調べてみると、創業は1990年と意外に古いんですよね。その間に研究用や地雷除去用のロボットなんかも作っていたようです。我々の生活の中に入って役立つものが出てくるのに10年かかったということなんですよね。しかし、多分今家庭で一番働いているロボットがルンバではないでしょうか。実はですね、このシリーズでルンバって作れんのってある人に言われたんですよね。案外ルンバになってるんじゃないかなと思います。来週も作ります。見てください。